問診表に嘘を書いたらどうなる 精神科医カバサーシオンのカバチャンネル。今日は金沢の武家屋敷跡からお届けしています。サバさん52歳女性。発達障害の問診で、本当はイエスだけど、発達障害と認定されたくないから、ノーと答えた場合の問診表を書いた場合、医師は何を根拠に発達障害と診断するのでしょうかはい、そうですね。ノンバーバルな兆候を見るってことですね。ノンバーバルって何かって言った時に言葉に出して話す内容っていうのがバーバル、言語的な情報です。それとは別にノンバーバル、非言語的な情報というものが ありますそれは話し方であるとか声の大きさとかあるいはこうジェスチャーとかあと姿勢とか表情ですね笑顔で話すとかそういうものがノンバーバルな情報になりますメンタル疾患の患者さんは大体いい姿勢が猫背であり表情が乏しく目に力がない全身にエネルギーがないということがもう非言語的に分かるんで大体いいメンタル疾患の患者さんっていうのはそういうエネルギーがないんですねだから問診票がなくてもですね大体いい診察室にドアを開けて入ってきて座るまでの間にああこの患者さん結構うつ きつい状態だなとかある程度ののの診断の情報っていうのは得られるんですねだから非言語的な情報を見極めるのが精神科医のある種奥義ですね診察のなので患者さんが全部嘘を言ったとしても別に診断っていうのはできますそれは発達障害の場合だと例えば ADHD の患者さんであれば多動っていうのが出るのでじっと座ってられないということです本当の ADHD の多動の人って5分とか10分とか座ってられませんからね診察30分ずっと座ってられれば仮にそれ ADHD だとしても非常に軽症化ある程度グレー ゾーンっていう形になってくると思うので、別に何を話してるかってっあんまり関係ないんですね。その見てくポイントっていうのがあるので、大体いい患者さんは基本的に嘘を言います。嘘を言ったら失礼で嘘というか、症状を過小に言いますね。なぜならば入院したくないから、症状を軽めに言う。会社をできれば休みたくないので、いや、そんなにひどくないですってことを言います。このように発達障害で診断されたくないから、発達障害のものに対して逆に大丈夫ですっていうふうに言う方も多い。というのが大丈夫っていうのは患者さん大好きですけど、全然大丈夫じゃない人ほど大丈夫っていうんですね。 ものがかかっているという風にして考えて、精神科医というのは話を聞いていきますので、別に問診票に嘘を書こうが嘘の答えを言おうが、そんなに簡単には騙されないとは思いますけどもね。熟練した精神科医であればね。少なくとも私は騙されないですけどもただですね。ミスリードされるという間違った方向に誘導してしまうことはあるんです。完全に騙されることはないんですけども、例えばすごい重症なのに軽いです。軽いです。いや大丈夫です。って言ってたら、こう打つ剤を本当に重たい。患者さんなら3錠出すところ、1錠しか出さないってことは起こり得ますよね。3。錠出せば3ヶ月で治ってた。 一条しか出さないと効かないから、一ヶ月経って二条にして、さらに一ヶ月経って三条にして、そっから三ヶ月かかったら五ヶ月かかるわけですね。なので、症状を過小に申告していくと、ものすごくご本人がデメリットを被る確率が高いです。なので、診断自体が全く違った診断になってしまうってことは、それは少ないとは思うんだけども、症状を過小に申告したりするとですね、余計治療までに時間がかかってしまったり、遠回りをしてしまったり、患者さんご本人にとって何のいいこともないです、はっきり言って。何のいいこともない。なのでの、 一番早く治るには必要じゃないかなと思いますのでその虚偽の記載とか虚偽の報告あるいはあまりにもその症状が辛いのにそれを黙ってるとか何ともないですっていう風に言っちゃうのも同じことなので自分の症状に対して適切にお伝えするってことが一番病気を早く治すために必要なことなんじゃないかなと思います今日の動画はいかがでしたかあなたの感想をコメント欄に書いてみようアウトプットで記憶に定着する